はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。表現者クライテリオン編集長、藤井聡です。アシスタントの吉田直です。今日もね、KBS 京都のラジオスタジオからお届けしてございます。はい。この番組は、毎週月曜日、夜9時30分から放送している番組で、今のアルガママ編集長にたっぷりとお話ししていただいてます。今日のね、アルガママはね、僕のこの怒りのアルガママをね、はい怒りのアルガママ怒りをね、<laughs> もう爆仕立ててます、ね、しようと。このタイトルが。<laughs> 茂木外相を更迭せよ首にしろっちゅうことですからね。はい、茂木さん、首に,にしてくれとららら、ねで。サブタイトルが、菅総理は国内的体裁よりも誇りを守れ、うん もうこれだけで伝わったかないやもう強いメッセージが、ね。<laughs> いやだってあの中国の王毅外相がね来てその日中外相会談やって、はい、で茂木さん喋るでもうなかなかいい話できました、うん、言うてるニコニコ言うてるそしたら中国語でバーっと言うたんが尖閣はうちのもんやでと、うん、そこに日本の船入ってきたらうちら軍隊出すでと。 こう言ったわけですよ。強い姿勢を示してますよね。そそれで言ったのになんか茂木さんニコニコーってして最後何も言わんと、しゅしゅって終わっとるんです。え。<laughs> これ。ううこ日本の。外部大臣ですよね。どう。どういう。どどど,どういうことやねんともう。もうもう転げ落ちます。もう。もう、え、もう、こう使えはもうみたいな。もう、僕これ今年一番ムカついた話。 もう何をと、ね、ってもそれもコロナからもうそれはもう,もうこれほど腹立つことないわという話をね今日はたっぷりね <laughs>、はい、たっぷり30分お話したいと思いますどうぞ最後までよろしくお願いいたします怒ってます茂木 <laughs> 外相を更迭せよ菅総理は国内的体裁よりも誇りを守れ「週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ」この番組は京都大学教授 雑誌表現者・クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から、日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者・クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。今日はね、十二、はいえー、月三日の午後六時ぐらいなんですよね。はい、でね、これ、あの、この番組、いつもあの収録でね。放送させていただいてて、当日に撮ったり、ちょっと数日前に今回みたいに撮ったりとかするんですけど、なんと。はい 今年のもうシュアスもう暮れの12月21日、はい、生放送が決定いたしました生放送三 <laughs> 年目にして生でございます、はい、やった生でございます嬉しいしかもこの日は、うん、あのこの番組のタイトルが新しくなって100回目、うん、そうそう,そう、ね、100回目記念ということでなんかちょっとイベントやろうと、うん、でコロナでなかなかライブイベントができるし、はい、生で届けちゃおうとや これ、ドドキドキ <laughs>、ね、これあのねメール送っていただいたらその場でねもうすぐねこう反応させていただいたりとかしたいなと、はい、ま思ってますからね、はい、ぜひね、ねこうご期待いただきたいなと思います。で、今日はは、ね、11月24日ちょっと前なんですけどね、この時にあったねもう僕的にはもう今年最大のビッグニュースやなと最大もうコロナを押しのけて僕の中では今、トップを走ってる、はいる大ニュースをね、うん、ちょっと今日はお届けしたいと思うんですけどね。 これ24日ね、11月24日、あの中国の王毅外務大臣ね、はい、外相が、あのー、日本来てはったんですよ、でうん、日中外相会談してね、その時こう王毅さんと茂木さんがこう座ってて、会談しましたと、で茂木さんは、いやもう、実り多い会議になりました、言うて、その後大王毅さん、こう言ったんですよ、一部の真相が分かっていない日本漁船が潮漁、とこれ尖閣 上与島周辺の敏感な水域に入る事態が発生しており中国側としてはやむを得ず非常的な反応をしなければならない引き続き自国の主権を守っていくと言わはったんですよ。 結構強い要するにね尖閣俺のもんやでと。おい、うん、でお前らが日本人が俺らの土地の周りにちょこ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 来とったら俺らもうちょっと軍隊出さないししょうがなくなると主権守らなあかんからと、はい、日本を尖閣について同う喝したんですよ。うんうん、<laughs> ね で、これもちょっともう、大喧嘩ですよ。何言ってんねん、お前と。そうですね。村るなどそこは俺らの土地やろ、うと。はい、何をお前自分の土地やって。しかも、お前ここどこが分かっとるんか、と。日本やぞ、と。うん。で、日本の外務省が、日本政府が用意した場所で、何を言っとるんだ、貴様と。うん、お前それ、すっごく取り下げろ、と。取り下げないと今すぐ帰れ、と。うん。取り下げないのか、じゃあ帰れ、と。これらの話全部出しや、と。ぐらい行かなあかんわけですよ、普通は。はい。普通はね。ところがこれ、茂木さん、何にも言わんと。 それ、あの、<る>記事で見ました。する、名前やんと、終わって。これね、噂によるというか、どっかの記事読んだら、先生まで言ってるらしいです、ね。ええー、ありがとう、は言ってんこんなに言われてるのに。で、この天末をね、聞いたね、はい、菅さんもね、その後の声明でね。両国の、両国内、関係がうんたらかんたらとかって、いや、両国ちゃうかなと。 めちゃくちゃ喧嘩売られてますもんね <laughs> 何をったのやと日本になったんで、はい、これだから中国に対して尖閣は中国のものだということを事実上認めてるわけですよ、うん、日本政府はこれそれで良好な関係つってるわけですからね、はい、いやこれはちょっと僕ねひっくり返りましたねこれ聞いた時なんで怒らないんだろうって普通に疑問に思いますよねこれはねめちゃくちゃ深刻な 事態で国際的に、うん、中国に対してそして国際社会の中であこれもうあの中国のもんなんですよ僕ちょっと言ってたけどごめんぐらいなニュアンスになってるわけですよこれやったらひどい <laughs>、うん、でまあだから実際大きいの方はもう取る気満々できてるわけですよ、はい、でどこまで言えるかなこいつらとどこまで言ったらこいつら切れんのかなぐらいで、ね、<ー>背踏みしたわけですよ、はい、でもう何やいけてるやんやなんか俺のもんやんけこれということにこうなってるわけですよ だからねもう今となってはこれ24日からだいぶ日立ってますからね、うん、なかなか挽回するの難しいですけどもねこれ茂木さんを更迭するぐらいしかねちょっと方法がない自民党はこれあの茂木さんこれおかしいやろとこれあの中国に対する抗議の決議をね出したりとかしてますけれども、はい、それを受けた菅総理が何をしとるんだと茂木,茂木さんと茂木大臣何しとるんだと日本の主権を守る気がないかとお前みたいなやつはもう大臣の資格がないっつってねもう更迭 辞任させてくれてもあかん辞任じゃない鋼鉄やお前やと、うん、首やとぐらいの感じでいかなあかんわけですよなんかすごい緩い感じですよね<う>日本だからね今日はちょっとねこれからも茂木外相鋼鉄運動ねこれちょっと起こさなあかんなということで、ね、今日はね、はい、茂木さんの鋼鉄に向けてがっつり話をしたいと思います、はい、よろしくお願いします聞けば中国による侵略の危機がよくわかる三十分午後十時までお付き合いください さあお送りしています週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ今日のテーマは茂木外相を鋼鉄せよ菅総理は国内的体裁よりも誇りを守れあのねあのだいたい人間ってね怒るパターンっていくつかあるんですけど あのカエルの面に何がしって言葉がありますけど、あのーまあ、水って言ってごまかしたりとかしますけど要するに、ねはい、カエルは状況分かってないから何されてもムカつかないんだけど、うん、人間は非常に屈辱的なことをされたら、ね、一番怒るんですよだからね誇りを傷つけられると、ね、ものすごい怒るんですよ人間っていうのはねプライドというかうで今回の,、ね、このモテキ外相の振る舞いあるいはきい外相の、ね、振る舞いこれは,いはね、日本の誇りを著しく傷つけてるから めちゃくちゃムカつく話なんですよ、うん、だって我々の土地だと言ってるんですもんね領土だって俺らの土地や言ってんねんお前とんでしかも日本のとこに来てっていう話ですからね、はい、でもねこれカエルと人間の違いって何かっていうと、ね、その誇りってねなかなかね教えにくい概念なんですよねなんか全体の構造というか流れというかああそう全体のこう 流れですね、うん、それがね分かってない人間「え何怒ってんのみんな」みたいな。だからねこの話は子子供供はは怒れないですよ子供はうんだからこう大人でちゃんとこの日本の国を守らなあかんっていうなんかね誇りを持ったりとか歴史のこととか分かってる人間がムカつくんですよ。はい、だからいい話は、ね、ここ話じっくりねこれねれ こ細かに書いてある11段階に分かれたんですけどねはい11段階でちょっとね説明しますお願いしますまず第一段階日本は尖閣は日本固有の領土と思ってるわけですよ、うんはい、当たり前ですはいで 侵略してててきるると思っんですよ中国がねだから侵略してきてそこ占領したら日米安保同盟で一緒に戦ってやっつけるぐらいに、うんまあ、思ってるわけですよ、はいで。北海道とか取られるとか沖縄取られると同じように尖閣取られるのはこれ防衛の範囲なんですよね、うん、だから戦争っていうことにこうなるっていうふうに僕らは思ってるんですよ。はい、しかしこれが一番目しかし二番目実は中国も全く同じことを今や言ってるんですよ。 ああだから我々の土地に日本が侵略してくれるとそうそうそんなことをねなんか最近言い出しただけなんですよ。 言っときますけど、うん、中国っていうの沖縄もうちの土地やって言ってますからね。ああそうですね、うん、言ってるぐらいのんなで僕らの日本人の感覚からしたらね <laughs> 何言ってんねんってこうなんか笑ってしまうような話なんですよね、はい、でで実際ねあこれまあ2番目これね中国がそれ実際言っててでだから今回の王毅さんの発言っていうのは中国の公式見解を言っただけなので、うん、別にびっくりするような話でもないし普通に言う。 だだけの話んでですただどこで言ってんねんお前とかね、うん、お前茂木さんの言った後に直接言って茂木さんそこでシェイシェイまで言ってるっていうところがまあめ,めちゃめちゃにこれ、まあ、なってるわけですけどとにかく中国も同じこと言ってるとこれ2番目で3番目、うん、で一応ねあの姿、ー、政権っていうんですけど実効支配っていうんですかね、うん、その尖閣を支配してるのは日本になってるわけですようん、うん、だから海上保安庁がこう追ってね えーとまあ、日本の方がこうに日本の領土性の方が高いんですよだから、はい、えーと実際の影響力が日本の方が強いっていうのが、まあ、3番目なんです、はいでねまあまあまあそうじゃないですか,、まあ、なんかすぐこう船とか行きますからで4番目でもねこれ日本と中国の間に尖閣棚上げ論っていうのがあるんですよ棚上げ論、うん、でこれねもうややこしいからもうなんか争うのやめようっていうことに日本と中国の間で、まあ、なってるんですよ でこの棚上げ論って言うって、まあまあ、そうやなと、まあ喧嘩するのやめとこで俺の俺の、だって棚上げ論にしてる時点で負けてるんですけどね、うん、いや俺らのもんやを言うねお前みたいな、うん、で俺らそこに、もうだから普通に公務員置いてええっちゅうてんねんっていう、でも工場とか作ってもええねんぞみたいな話に。 まあ、なっているわけですよでも一応日本と中国の、まあ、密約というかね、まあ、外交上の約束で、えー、棚上げ論っていうのがあって日本も公務員を常駐しないっいうことになってるんですよ。はい、これ4番目。で5番目。そうやって何十年も経ってきてるわけですよ。で,なんでだから日本が実際支配してるという状況がずっとあるんですけどその間にどんどん接続水域とかね、はい、領海とかに。 中国の、ね、入ってくるようになってるんですよ。あたまにこニュースで、流れたりしますよね。あのサラミスライス作戦と言ってね。サラミをこう、ゆ、く、薄く、薄くこう切ってって、だんだん。 こう押してくるみたいなサラミスライス作戦ってこういうんですけどね<ー>まあ5番目はねだから日本のもんないけどなんか徐々に徐々に来とるっていうことなんですよ、うん、で6番目でその結果領海の実効支配性はね日本が確実に取ってたんだけどそれが失われつつあるわけですよこれは大変なことですよねでも今めっちゃ船いますからね 中国の船、<ー>だからもう、船がおる数で言ったら、日本より中国なんかおるんちゃうかぐらいの、そうなんですもう数が多いから、えーであわ、もう人口も多いし、お金も持ってるからね、中国は。で日本人は、もう、ケチで、もう、その緊縮ですから、船も少ないわけですよ、だからもう、実効支配線が失われてたら、これ6番目、緊縮がこういうところにもそ、そうそう、緊縮、財務省のせいでも、だから、ここ取られかけてるってことです、<ー>これ6番目ね、これで7番目、そんな中での大きい発言なんですよ。はい こことはこれはつまり、尖閣、俺もとってもええよなっていうことを確認しに来たってことなんですよ。だからこれ大毅さん、大体こういうね外交交渉っていうのは、発言のセリフは全部事前にこうですよねって決めてから喋るんですけど、これは急に言ったわけですよ。はい、別に言ったって構わないですからね、その外交儀礼上、言ったって別に構わないから、これちょっと言うたれと思って、言いに来たわけですよ。 もうねどこまでこいつら反論しようかなしょるんかなと思って見てたんやけどこいつらほんま反論せんへんわとね<え>いうことでこれ認めたことになっちゃったわけですよ。うん、で中国が明確に取りに来たんですよもう尖閣を、はい、もう経済もすごく強いしサラミスライスでも随分もほぼほぼ大手近くなってきてるからねだからもう取りに来たと。 いうのを確認してやっぱ取ってんやんっていうのがこれ七番で分かったわけです、うん、っていうことは八番目ここから未来になりますけどねこうなると尖閣に対する圧力を徹底的に高めることになります中国は、はい、あ俺の前からもうええやろこれやとでましてやバイデンになったからね バイデンは中国とトランプよりも仲良しようとしてるかもしれないのでこれもとってもええよなということになってくる可能性だって十分あるわけですよ。<ー>ね、なるほど、うん、で,でこれ8番目ですよだからこれからやばいんですよ。で9番目でやばいってことはそのうち中国人の尖閣上陸り得るんですよ。うん、上陸してくる上陸でこれはね日本側にとってはこれ侵略になるわけですよ。そうですよねで中国からさ「いやうちの領土に乗ってるだけやで」となんかあかんけってこうなるわけですよ。 でもこれ日本としてこれ侵略になるわけですよ。だから、ここで、だからその時にどうするかということが求められて考えられるわあの考けなあかんわけですよ、この9番目ね。で、10番目、はい、そうなった時に、日本は侵略に対する防衛出動が必要なんですよ。これ、防衛出動っていうのがあるんですよ。はい、だって、北海道上陸したりね、紀伊半島とか、日本海とか上陸したらですよ、それも日本の自衛隊が戦車なりなんなりで。 いかがなかもわけですよ。陸上自衛隊海上自衛隊これ。守らないとダメです。そうそう。でね。そういうことになりうるんですよ。はい。ほいでね。今、日本がね、弱腰だから。来よるわけですよ。どんどん攻めてくる。そうそうそう。だから、弱腰やから。戦争の危機を高めたんですよ。あー怖い。わかります。そこで、ふざけんな、お前って言ってたら。あ、ない。いったあかんなっていうことで、抑止して。尖閣に上陸する確率がぐっと減ったんですよ。はい。 でもね、今回、なんか、だまってシェイシェイ言うとるわけでしょ、うん、日中友好とか言うとるわけでしょ、総理大臣も、それ聞いた後で、あなんかこれ、行ってええやんけっていうことで、上陸する可能性が高まってるわけです、この10番。はい、でねで、この時に、防衛出動が、できればまあそこで戦争ですけども、これ、ちょっと、いや、怖っと思ってやめたら、取られるってことですよ。もうされるがままですよね。泥棒されっぱなしで取られちゃうっていうことになるわけですよ。 10番、だからかこれ戦争の危機が今ね、あそこでスルーしたことで、戦争のリスクを一気に高めたんですよ。何も言わなかったことが。でね、誇りを持ってなくて、その領辱されたっていうかね、侮辱されたことの僕はムカついてるけども、戦争の危機高まったじゃないかとも思ってるわけですよ、こっちは。で、ということはこれ10番ね、これ、11番、これ結論ですけどね。というのを避けるには。 今しっっかかり起こちゃんと態度示さないといけませんね。で日本を守るためには、あこいつはちょっと本気が上陸するとやばいかもしれんなと思わせることが絶対不可欠なんですよ。はい、でね、もうこれ、今日12月3日で、もうこの,、えー、とこの事件が起こってから1週間以上も経ってしもてるからね、うん、しもてるんですけど、今からでももう遅くなるので、これ、ふざけるなと言って、もう日本政府としてですよ、あの発言は絶対に許せないと。 これ RCEP やないとかで今、外交交渉してるんですけれども、こんな、そんな国とは、そんな泥棒国家とは、われわれは交渉なんて、友好交渉なんて取れるはずないだろうと、それを言わなかったモテ議ーは、あなたはクビだと言ってね、毅然と怒ってる態度を見せないといけないんですよ、で、それをやることが日中開戦のリスクを下げるんですよ、日中開戦、あるいは、尖閣が泥棒として、泥棒に取られてしまうリスクを。 下げるんですだからね、男っちゅうか、ね、まあ男って言いましょうね、もうね、男っちゅうのはね、行かなあかん時行かなあかんのですよ。うん、怒らなあかんと怒らんとき、ね、ずっとね、蹂躙されっぱなしになって、どん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 やられるようになるわけですよ。はい、でもね、それ、男って言いましたけど、要するに大人の男ってことですよ。 子供はなんか指こうやお父ちゃん怖いどうしよう」いやなんか持ってき、えーあのー、大きい何か言うたけどこんな言うたらちょっとまたもめたらちょっと何かややこしいから、うん、どうしようどうしようっ言うてスルーしてしまうだから何も言わなかったっていうことはそう見えてしまいますよねそうそうそうだからねこれね子供やからこうなったってことなんですよこの間ね子供やから政府はっていうか親は 国民を虐待親は子供を虐待してるし、はい、政府は子供やから国民を虐待してるっていうふうに言いましたですけどね子供やから戦争の危機も招くし、うん、尖閣が泥棒で取られてしまうリスクも招くんですよだからね政治家が子供であったらねとてつもない被害が日本の国全体に及ぶんですよ、うん、そのねじゃあいつから政府は子供になったんかっていうとねこれねあの菅義偉さんと同じ同い年のね、うん この人の曲を聞いたようわかります。はい。井上陽水の傘がない。っていうの、ん、になんで反論しないのカガはわからない。んかこれ逆に女の人のほうがわかるんですよね。イケヤお前って話ですよこれ。いやそんなだってねもう取るぞ。<laughs> 何してんだよ、お前ってことですよ。うん、だからねやっぱりね僕らはその子供の頃に勉強もしますしね。はい、猫可愛がったり犬可愛がったりしますけども喧嘩もしてるわけですよ。 うんうん、僕らねほ、まあ、普通に名り屋の喧嘩しましたからね普通にそれ、うん、でもみんなうわー寄ってきて「うん、いけいけ!」言われながをやってましたからね、はい、それはそれはね勉強できるとかできないとか関係なしに、ね、やっぱりね男の子はね行かなあかん時はね行かなあかんのですよ守らなうんほんなんかしょうもないことなんか弱い文字メシとかするやつだったら「何しと、ねうんねんれ。っ言ったらなあかんわけですよんかそういうねなんちゅうのかな 人間性というもののね総合性の中にね、はい、そういう喧嘩というものがね適切に含まれてないといけないんですよ。あるいは虐待が起こるんですよ殺人が起こるんですよ。ちゃんとね喧嘩の要素がそれぞれあったらバランスがが取れれてね、うん、平和が訪れるんですよ、えー、全員がめえめえ言ってたら喧嘩起こらないかもしれないけど <laughs> 人間の心の中には必ず暴力性を持ってるやつがいますから、うん、そいつの天下になるわけですよ。 だそいつを抑止するためにもね、まあ、みんながそれぞれちょっとずつ喧嘩スピリッツをね、まあ、これアニマルスピリッツと読んでもいいですけどね持っとかなあかんわけですよもう当たり前なんですよ。でちなみにねそういうスピリッツがないやつはどうなるかっていうとコロナ怖がりるんですよコロナとも喧嘩ですからす、ねうん、ある種コロナとの喧嘩に勝たなあかんわけですよ。うん、でもね喧嘩の時にねやったらあかんの無謀な喧嘩はやったらあかんのですよ。 まあでも行かなあかん時は行かなあかんですけどねうん、うん、無謀な喧嘩はねやっぱりちょっとうまいこと避けるっていうことも大事なんですよ。それはもう場合によったら様子を見たりね、はい、過剰にこびるのはいかがなものですけどもある種のこうぶ古文になったりねうん、うん、尊敬するボスがあったらいやもう射程ならしていとかこれ、ね、こびというのともちょっと違うねうん、うん、だからね何ていうかそういうね力と力のぶつかり合いだけで世の中動からせるってバカですけど。 力と力を抜いて、なんかピチピチピヤピヤピヤ言ってるね、言論人ともとかね。<laughs> ちょっとね、あのバ、ー、ッしたくなりますね。井上陽水で傘がないお届けしました。まあ古い曲ですからね。これ僕四つの時の曲ですから。もう <laughs> 小学生ぐらいの時にまあなんか流れてましたね。はい、これ1972年の井上陽水の代表曲。 なんですよで今から48年前。で、この頃で、これね、井上陽水さんと菅義偉さんが同い年なんですよ。ああそうなんですね、うん、同,じ年同じ年にね、生まれててね、だからもう同じ世代なんですよね。で、茂木さんはちょっと下なんですけど、ちょうどこれ、うん、あの学生運動の頃でね、だからちょうどこれ、あの72年っていうと、茂木さんがこれ17歳かな。 なんかそれぐらいなのでちょうど、まあ、あの学生運動世代でねこちょうどこの歌ばっちりなんですよ茂木さんもおそれから菅さんもね、はい、でこれね何,何かっていうとまあちょっと読みますよこれね、はい、テレビでは我が国の将来の問題は誰かが深刻な顔をして喋ってるとだけども問題は「今日の雨傘がない」「行かなくちゃ」「君に会いに行かなくちゃ」「君の家に行かなくちゃ」「雨に濡れ」「冷たい雨が僕の目の中に降る」 君のこと以外は何も見えなくなるそれはいいことだろう何もかしとんねん。ねあ井上陽水ファンいると思いますけど、まあ、もうこの際関係ない。<laughs> はい、でそんなこと言うてるから尖閣取られてるわけでしょ <laughs> そうですね。なって尖閣取られるかどうかそんなことよりも僕は君の部屋に行かなくちゃって言ってるんですよ。自分のことの方が大事っていうそいですよ。っていうかこの女性を守るんやったらまだわかりますよ。<laughs> はい、でも行かなくちゃって言ってるんですよ。<laughs> いや俺が言ってやるぜやったらまだわかりますけどねそれぐらい言わないと <laughs> 君の家に行かなくちゃ雨に濡れて目が濡れて、うん、いいことだろ何やそれ <laughs> 聞くないよいいことだろうって、うん、俺がお前を守ってやるぜやったらわかりますよしつこいけど <laughs> れ今の72歳とか3歳のおじいちゃんたちのメンタリティなんですよああ もう戦後世代のね、はい、もっと強気になってほしいですうでねもうこの頃は戦争に負けて国家とか天下とかを語ってると悪いことしたってねもう反省しまくってるわけですよこの頃の若い子は、はい、だからもう国家のことなんて考えるのやめようとにかく、うん、君のことだけを考えてるのかそれが幸せなことなんだみたいないやいやいや,いや,いやだからだから戦閣取られとんねんみたいな。うん でだからもう自粛させられとんねんとか、はい、だから国債も発行せんともう防災もでけへんとでもう経済もボロボロになってデフレなっとんねんとかっていう話とつながってますやんこれ、はい、だから我が国の将来の問題なんかどうでもええっていうのが菅義偉世代なんですよそれはダメですよ菅茂木世代っていうのこれねほんまどうでもええって思ってるんですよええー、これね逆にね僕らぐらいの方がね、はい、僕らから理科の方がもうちょっと国家のことを考えるやついますよ だって国よりも自分が大事って,ってことですよね。ことですよね。自分が大事やからその時の場を取り繕うことが大事やからんのですよその場しのぎですよね。ほでシェイシェイとか言ってまうんですよ。えー、<laughs> ほいで日中友好とかで菅さんもこの話聞いてるのに言ってしまうんですよ。はい、いそんなこと言ってる場合じゃないですよね。か今からやったら皇帝刺さなあかんのですよ。大人、うん ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、ね、まあちょっとあの茂木さん鋼鉄のために井上様子をかなり使わせていただきまして失礼いたしました <laughs> お元気ですか <laughs> クルーネウアソブお元気ですか特徴を捉えるの丈夫なんですか <laughs> <laughs> いいいやややそれはももうう全然でですす素人さんあ元気かシリーズが結構いい曲僕作ってるんだけどねこの時ちょっとね軟弱だったんですよね。ということでねちょっとこれで井上陽水ファンの方ちょっと許していただくとしてもう鋼鉄せえがあった戦争になるやないかっていうことですよ。はい戦火を守るためにちょっと更ぐらい行かなあかんっていうねことなんですけどもメッセージも届いてますからメッセージをちょっと紹介していただきますかこれね。はじめましてと宇治に住んでいる藤村さん。 ありがとうございます、はいはい、23日の放送で藤井先生と鈴木知事をはじめその他の首長の批判話を聞き私の思いそのものと感動と共感し、はい、早々メールすることにしましたと、ね、これあの鈴木知事の話何言ってたかって言ったらね、まあ、やるべき仕事をやらんと自粛だけしてスタンドプレーして便乗情報でええっこしてるってことですよ。うん、要するにクソガキが 生きとるっていう話ですよガキが、ね、だからこれもねやっぱりね行、うん、かなくちゃみたいな話になってるわけですよ <laughs>、はい、い,いいだろうみたいになってもガキなんですよメンタリティーが。だからね政治家のそのメンタリティーが子供であるっていうのはねほんまに恐ろしいことで人がね死んでしまうっていうことなんですよねそれでね。 あのー、今、うん、これ、ちょうど今収録してる時からすると、あと再来週ぐらいですけど、はい、今、ちょうど僕らがね、あのちょうど昨日ねあのー、全部終わったんですけどね、菅義偉論っていうのをね、はい、これ、表現者、くらいてるんですよお最新号で、最新号、この井上哲人と同い年の菅義偉さんがどんな人物なのかっていう、ね、はい、このチャイルディッシュな部分も含めてですね、まあがっつり論じていきたいなと思ってます。はい え最新号なんですけども書店あるいはインターネットで検索していただけますと購入ができますのでね、うん、ぜひ皆様チェックよろしくお願いしいします,、ね、ですでしかもわれわれ、あるがままま藤井聡太のあるがままラジオ生放送でございます、ね、そうなんです、12月21日ですね、ね9時30分から。それに向けて何を、どんな放送禁止ようか、いやいや、そんなこと言わない <laughs> ちゃんと放送構想の範囲でねギリギリをね攻めていきましょうギリギリでも攻めていきますけれどもこれねぜひね楽しみしていただけるとありがたいなと思っておりますまた編集長へのねメッセージなどもありましたら皆さんメールよろしくお願いいたしますそして先ほどのその表現者クライテリオンなんですけどもホームページでは1割引きお得な定期購読もありますのでぜひこちらもご利用くださいではメールアドレスをご紹介しますね藤井 アットマーク kbs. 京都ですこちらまで藤井編集長への質問やご意見、はい、どしどしとお待ちいたしております、はい、それでは編集長、はい、今夜もありがとうございましたどうもありがとうございましたごきげんよう <laughs> それではまた来週月曜午後9時半まで <laughs> さようなら,うならじゃあ本番始めさせていただきますご読め4 3 2 東京本間門教室という番組をですね東京 MX テレビで日曜日の午後7時から8時各週なんですけど番組をさせていただくことになりましたいわゆるフェイク、デマ、嘘そういったものがもういっぱいはびこってるっていうのはもうよくご存知じゃないかなと思います間がいもんばっかりの世の中の中で本間の情報はこれないやと本間の考え方はこうないやと ほんまに日本要するにあこうするのが必要なんやっちゅう話をですね地上波のテレビで本間門を提供していくと隔週で、えー、週1時間あ日曜日の午後7時ですからかなりいい時間帯ですよね絶対に面白い番組を本間門を一人でも多くの方にお届けしようと思ってございますので是非どうぞよろしくお願いいたします。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できません。こちららの QR コードまた概要欄からお買いい求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね